二眼レフカメラ。二眼レフカメラは、撮影用の光学系の他に、それと同等のファインダー用光学系を持ち、ファインダー用光学系中にその航路を屈曲させるためのミラーなどの反射、レフレクス光学系を持つカメラである。マイナーなものまで含めれば何種類かの類型があるが、ここでは最も一般的なタイプについて述べる。 ほとんどが中盤フィルムを利用する縦長の箱型のカメラで、二つの光学系レンズが縦に並んでいる。下の光学系が撮影用で焦点面にはフィルムがあり、上の光学系がファインダー用で焦点面にはスリガラスがある。両者は同じ焦点距離の写真レンズで連動するピント合わせ、機構を持ち、ファインダー用光学系で狙った。 被写体にピントを合わせると撮影用光学系でもピントが合う。焦点距離以外も両者の光学系は一致していた方が撮影される像とファインダー像が一致するが、ファインダー像には引き伸ばしに耐える解像度は必要ない一方、明るいイコール被写界深度が浅い方がピントの山をつかみやすいといったこともあり、両者を異なった設計としたい理由もある。 ピンと合わせ気候の連動の方法としては、一枚のレンズボードに両方のレンズを取り付けてそのレンズボードを繰り出す方式とファインダー用レンズと撮影用レンズそれぞれに歯車の歯を刻み、噛み合わせて連動させる方式がある。ファインダー用レンズの後に光を髪型に90度反射するミラーが置かれ、カメラ上部に置かれたファインダースクリーンに結像される。 これを直接見るウエストレベルファインダーのモデルが多いが特に必然ではなくペンタプリズムを使ったアイレベルファインダーと交換できるものもある。多くのウエストレベルファインダーはスクリーンの像を拡大表示するためのルーペを内蔵する。併設されるビューファインダーに簡単に切り替えられるカメラも多い。フィルム室の構造はカメラテーブにフィルムを巻いた供給ガースプールを収納し、 直角に曲げて背面上部の巻き取り側スプールに向けて走行する方式が一般的である。従って三脚座のついた裏蓋は L 字型をしており、フィルム交換の度に三脚やフラッシュガンを取り外す必要がある。これは大変に面倒であり、ローライのローライフィックス、ローラフィックスをはじめ多くのメーカーが迅速脱着装置をオプションとして発売していた。 またリコーフレックスなどに代表される板金ンンボディの2眼、レフカメラの多くは、裏蓋が L 字型ではなく、平板型、フィルムを装填する中枠をカメラから取り出せるようになっている。操作系などがカメラの向きを90度変えて撮影するのが困難な配置であることが多く、そのためほとんどが1、1の正方形のフレームである。百二十フィルムを使用し6、六センチメートル版の カメラが大多数だが、ローライフレックス44や、プリモフレックスジュニア等、127フィルムを使用する、44センチメートル版も多くある。例外として、極少数だが、最水根のコンタフレックス、アグフアのフレキシュレッテ、ボルシーノボル CC、ヤルー工学、後のアイレス写真機製作所のヤルーフレックス、統合堂のトヨカ35、ドーホビックス35、 三栄産業のサモカフレックス35は 2436mm 版、ライカ版である。アルコ写真工業の 2436mm 版、ライカ版レンジファインダーカメラアルコ35は、プションのビューアルコを装着することにより二眼レフカメラになった。他に、フランス製のオントフレックス、1934年、発売。ベルタのスーパーフェクタなど6 9トル版。 コニシロク写真工業のコニオメガフレックスのような6、7センチメートル版の二眼レフカメラもあった。また、統合堂のトヨカ35と明快レフは2つの、レンズを横に並べた二眼レフカメラ、ウェルタのパーフェクタと、スーパーフェクタと、カメラウェルク指定点グーテアンドトルシュのピロート針、畳式二眼レフカメラ、北斗レンダーのスパーブは、フィルム送りのみ、横方向になっている二眼レフカメラ。 コンパスカメラのコンパスカメラ I とコンパスカメラ E は超小型二眼レフカメラ、ホスのホスフレックス I はフォーカルプレーンシャッターを装備した二眼レフカメラで、いずれも極めて珍しい存在である。おおむね1960年代やそれ以降の製品であれば、セレニや CDS を使った露出系を内蔵していることが多い。ローライフレックス 2.8FX や、 ドーライフレックス 4.0FW はシリコンフォトダイオードによる TTL 露出系で TTL 自動調光である。一眼レフカメラと異なり、自動絞りやミラー上下機構も不要であり、撮影用レンズとファインダー用レンズが別なので、レンズシャッターを簡単に使用できるため、工作が容易で参入しやすい。一眼レフカメラ特有のブラックアウトやミラーの上下によるショックもない。 一眼レフカメラほど複雑な機構でないため軽量で、故障も少なく、製造が簡単なために、価格も安い。しかし、撮影用レンズと同等のレンズが、ファインダーにも必要なため容積が大きくなる、レンズ交換機能を持たせることが困難である、近接撮影ではパララックスが大きくなる、縦位置に構えるのが困難なためフォーマットが限定されるという欠点もある。 1882年頃にマリオンが製造したアカデミーカメラは最初単なる二眼カメラであったがドリフィールドの指導で二眼レフカメラに改良されこれが世界最初の二眼レフカメラとされる1890年のステレオスコピックが製造したアーティストカメラなども黎明期の二眼レフカメラとして知られるただしその後の発展はなかった 近代にガ眼レフカメラとして発売された最初のカメラは1929年にドイツでフランケハイデッケ原ローライから発売されたローライフレックスオリジナルである。これは同社がそれ以前に出していた三眼式ステレオカメラから撮影レンズを一つ撮る形で開発されスタイルは最初から洗練されかつほぼ完成していた。これに対抗し採水コは イコフレックス、ホクトレンダーは、スパーアブを発売して、名門メーカーの意地を見せたが使いにくく、前者の後継機は、だんだんローライに似ていき、後者は後継機が出なかった。その後発売された二眼レフカメラのほとんどは、ローライフレックスや、その普及版、ローライコードの形式を踏襲したものである。ローライフレックスシリーズは、アタッチメントのバイオネットか、オートマットか、 レンズの大口径化220フィルム対応と順調に改良を続け非常なるロングセラーとなった。ローライコードシリーズは前述の通り本来ローライフレックスシリーズの普及版であったが即射性があり軽量だったこともあって一時報道用や旅行用カメラとして単なる普及版以上の地位を占めた。ローライのアタッチメントのバイオネットマウントは事実上に ガンレフアタッチメントの世界共通規格となった。太平洋戦争後の日本においては、ボディを板金で作り、ベルトコンベアを導入して、大量生産を実行し六千八百円という低価格を実現したリコーフレックス E が九百五十年に発売された。当時の三十歳大サラリーマンの月給から、現在の価値に換算すれば、約二万五千円程度の金額であるが、 当時、ローライフレックスをはじめ、まともなカメラが、のきなみ3万円以上の販売価格だったことに、鑑みると、驚異的な価格破壊と言える。あまりの人気に、プレミアム価格で取引され、低価販売する、利口系列の銀座三愛前には、行列ができるほどであった。これが発端となって二眼レフカメラの大ブームが起きた。製造者側にとっても構造が単純で簡単に、組み立て可能。 しかも片落ちの大手メーカー製ボディやリコーが大量製造したレンズ、あちこちのメーカーで乱造されていた各種シャッターなどが手軽でに入ったため、いわゆる4畳半メーカーと呼ばれる零細メーカーが乱立し、一時はカメラ名のイニシャルが A から Z まで揃っていたと言われたほどである。大手製品と告示しているのに、メーカー不明なカメラが多く現存することからもそれが伺える。 ちなみに A はアイレス写真機製作所のアイレスフレックス、Z は第一工学のゼノビアフレックスが知られる。また JUX が頭文字のカメラは知られていない。日本のカメラメーカーで二眼レフカメラを販売しなかったのは日本工学工業、ゲンニコン、キャノン、極光学工業、原ンペンタックス、ミランダカメラ等少数である。 このうち日本工学工業は1946年、昭和21年4月に後に、ニコンアイとなる距離系連動カメラと共に2眼、レフカメラを製造することを予定していたが、2眼レフカメラの方は適当なシャッターを入れてきず、新たにシャッターを設計して、小林製紀、現日本電産コパルに製造委託したが、これにより開発は大きく遅れて、 最終的に2眼レフカメラの開発は中止となり、発売に至らなかった。余ったシャッターは、オリンパスが引き取った。このメーカー乱立時代を終わらせたのはヤシカが1954年、昭和29年に発売したヤシカフレックスで、2眼レフカメラの人気が下火になりかけたところに1万円を切る価格で投入されたため、結果として2眼レフカメラを見限るメーカーが続出した。 結論としては、135フィルムを使う小型カメラが、ハイエンドから、ローエンドまで広がったことで、高性能な中盤カメラの地位はハッセルブラッドに、代表される中盤一眼レフに集中し、安価で手軽なカメラの地位は 35mm フィルムからの引き伸ばしが一般化したこともあり、小型カメラで要求が満たされるようになって、中盤二眼レフのブームは、終わり日知的な存在となった。 多くの二眼レフカメラの基本構造は、ローライやリコーの模倣の域を出なかったが、いくつかのメーカーは模倣から脱却しようと努力していた。ミノルタ、原稿にカミノルタのミノルタコードシリーズでは、ピント合わせをレンズ下のレバー式にすることにより、ピント合わせの迅速化を図った。このため目測に習熟すれば、一瞬でピント合わせができる。 マミアの C シリーズは2眼レフカメラでは珍しく、レンズ交換が可能で、実際に、いくつもの交換レンズが用意されていた。レンズ交換式のカメラは他にこのシリーズと同様に、前板交換式だが、日中連交換ができないフォトレックスの、レックスレフレックスシリーズ、コニカ、原稿ニカミノルタが製造した前玉交換式の、コニフレックスシリーズ、 採水コンが製造したライカバンのコンタフックスがあるが、どれも希少品で、マミヤシーシリーズが事実上唯一に近い。幅広い焦点距離のレンズに対応し摂写撮影を実現するため、フォーカシングは蛇腹を使用するラックピニオンとし、それらに対応した距離表示、露出倍数やパララックスの表示も実現していた。またマミヤシーシリーズ用アクセサリーに、 ビューレンズのあった場所にテイクレンズが来るようにカメラ本体を上るさせパララックスを補正するエレベーター上のアクセサリーパラメンダーがありこれを使えば即射性は損なわれるものの一眼レフカメラと同様パラララックスを根本的に解消できるまたフィルムは折り曲げず背面下部から上部へ走行する方式のため平面性の点でも有利であった しかしこれらの特徴の代償として重厚頂戴になってしまった。ローライ自身もプログラム式の自動露出を装備して簡単撮影を実現した新シリーズのローライマジックを開発したが、コンパクトカメラの出現により販売は不振に終わった。1955年、昭和30年頃を境に大衆向けカメラの地位はレンズシャッターカメラに変わっていったため販売数は下降。 ヤシカのヤシカマット 124G が1988年、昭和63年に、マミヤシー 330S が1994年、平成6年1月31日に販売中止になり、日本で新規の生産は消滅した。2008年、平成20年にパワーシュベルより発売された、ブラックバードフライというトイカメラは、 一般にも写真店で容易に入手できる135フィルムで撮影できるのが大きな特徴であった。ただしこのカメラはピントが目測式であり厳密な意味での二眼レフカメラではない。2010年、平成22年には大人の科学マガジンの付録に組み立て式135フィルムを使用し、代価 2436mm 半の二眼レフカメラが 付録化された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。